はい、先ほど臨時閣議で、国務大臣の辞表取り付けを、それとしてされました。私も、今日で最後の、会見になると思います。この1月13日から10月の1日まで、文科省でお世話になって、また、マスコミメディアの皆さん方にも大変お世話になりました。改めてまず冒頭心から、感謝を、申し上げる次第であります。まあしかし、出会いは別れの始まりとこういうことを言うわけでありますから、まあその間、209ヶ月ぐらいですかね、まあ、文科省の役割、また、国務大臣としての役割を、果たしてきたと思っております。まあ、そういう中で私はもう一貫して現場主義とこういうことを申し上げてきたわけでありまして、国内においては106箇所視察をいたしました。海外におきましては6カ国を訪問したと。特に、まあ、国会中でありましたので土日を中心に、現場の方に、視察をさせていただいた。やっぱり現場を見なければなかなかわからないというところがあるものですから、それにまあ徹した次第でございます。そういう意味では関係各位の皆様方にこの視察先、また視察の準備に本当に、お世話になったところであります。これも文科省の役人の皆様方にも大変お世話になりました。まあこの間、まあ、私自身一番、目指してやってきたことというのはどういうことかというと、今回の概算要求の中にも、盛り込まれているわけでありますけれども、特に、途中7月から、私の方に入ってまいりました、いじめの問題であります。これは何としても命に関わる問題については文科省が前面に出てこの問題について対処すると、まあ、こういうことで先週、一つの第一弾としてアドバイザーの内定をし、皆様方にご案内をしたところであります。11名の方を移植をする予定になっておりますが、内定をいたしております。その後各都道府県の支援体制を第2弾として作っていくと、いわゆるいじめ、子どもの命を守る、このことにやっぱり文科大臣として責任を持たずして、何が文部科学省だと、こんな思いで、この件については、取り組んできたところであります。これはまだ、道半ばでございますが、後任の大臣にしっかりこの点については引き継ぎをさせてもらいたい、こういうふうに思います。まあ、そういう流れの中で昨年の 3.11 の発災以来、被災地での子どもの教育環境の問題についても現地に赴き、子どもさんに、そういうハンデをしようない環境をいかに整備をしていくか、こういうことに今不信をしてきたわけであります。まあ、そういう流れの中で、これまた、大川小学校での70名に及ぶ子どもさんの命、さらにはまた4名の、行方不明者、このことについても非常に心が痛める事案でございましたし、何としても、防災教育の一番、大事なところでございますし、しっかりとこの検証をすることが、次の子どもさんの命を守っていく防災教育にも資すると、思っておりますので、これも、この土日に、出張、いわゆる官房長が現地に赴いていただいて最後の調整をしていただいてきたところでも、ございます。いわゆる子どもの命に対する問題を何としても全面的にやる、こういうことで私はやってまいりました。加えて、やっぱり次世代を担う子どもさんって非常に大事なんだと、こういうことを含めて子どもさんの問題についてどうするか、いわゆる教員がやっぱり生徒に対する
接する時間をいかに多く取っていくか、こういうことから、少人数学級をやはり政権交代以降進めてまいったところでありますが、これも概算要求の中に大変厳しい財政事情でありますけれども、文科省としては5カ年計画で残りの学年をやるという、こういう計画を今回の概算要求の中に盛り込んできた、ところでございますので、これは財政当局と厳しい、予算折衝をしなきゃなりませんが、考え方としてはそういう整理をしてまいったところでございます。2つ目はやっぱりグローバル人材を含めて、これからの国際社会の中で我が国に果たしていくための一番の根っこは何なんだ、こういうことから、人材の育成という、こういうことで大学改革をまず進めていかなきゃならない、中身もしっかり精査をする、いわゆる大学も、今日まで、高等教育を担ってもらう教育機関としてありますが、75% が私学であります。まあ、そういう中で、約短大も入れます1000を超える学校があるわけでありますが、それぞれの大学の持っているミッションを再定義してもらいたい、こういうことで私できるだけ地方の大学を含めて、先ほど言いましたように現地に赴いて確認をし、またお願いをしてきたところでございます。いわゆるグローバル人材、次の、人材を担う人がいなければあらゆるものができないわけでありますから、そういう中での教育改革と同時に研究の開発についての、問題についての評価を改めて、今まで各局で、あるいは各局下でやってきたわけですが、文科省全体でやっぱりトータルにそんな思いを含めて、やっていこうと、こういう大学改革の、問題もしてきたわけで、ございます。今一つは経済が非常に厳しいと、こういうことでございますが、奨学金、いわゆる家計の負担をいかに少なくしながら教育の受ける機会をどう作っていくか、まあ、こういうことだと思っております。そういうところについても、これからもぜひ、拡大をしようと、こういうことで概算の中に、取り組みをしてきたところでございます。一方、科学技術の問題として、大震災発災以来、福島の原発に関わる問題として、これからのエネルギー問題と同時に、その前に原発の被災をされた、あるいは災害を受けられた方々の賠償の問題をどうするか、このことで原賠法に基づく賠償の仲介制度、仲介役を文科省が担ってきたわけでございまして、何としてもスピーディーにその仲介を取る、こういうことでやってまいりました。弁護士さんにも200名の体制を今引いていく、いきつつございますし、調査員についても今人員を補給している、いわゆる被災を受けた方々に対する賠償についても昔は積極的にこの問題について関与する、こういう体制を今引いてきたところでありますので、約4000件近い申し入れがございますから、できるだけスピーディーに迅速に、被害者の立場に立って仲裁をしていく、こういう考え方のもとに今進めていく、こういうことでございます。今一つはやっぱり何というんでしょうか、エネルギー問題を含めて、私の所感でいきますと、文殊を抱えているわけでございますし、文殊は研究計画をもう一度見直すということで、年内に向けて研究計画を作り直すと同時に、今日までやってまいりました研究成果をしっかり刈り取ると同時に、文殊のやってきた研究の成果をどういうふうに社会に還元をするか、このことが非常に大事だと思っております。また一方では、これも官邸とも詰めをさせてもらいましたが、研究開発法人の在り方についても、これはドッポにおける研究体制の改革ということで、世界の研究機関としっかり対応できうるような仕組みを
独歩の改革の中でしっかりと抑えていく、通常の独歩ではない、人材を、研究人材をいかにそこにキープをするか、あるいは研究開発を進めていく上においての基金化を含めた資金のあり方もしっかり、求めていく、こういうことを、まあ、やってきたところで、ございます。今一つは、先端の研究施設の問題でも、ございます。特に経を中心としたスパコンをどういうふうにこれから協力を利用していくか、そのことによって新たな成果をどう生み出していくかという、いわゆる先端技術の研究施設の、利用をどうしていくか、こういうことも大変重要な仕組みでも、ございます。未来への投資というこういう観点からはやぶさ2の問題についてもこれ大変厳しい中でありますが、無限大の可能性を秘めた、部分でございますから、そういうところにも取り組みをしてまいりたいかように、思っております。スポーツ文化ということでいきますと、特にこのロンドンオリンピックパラリンピックを通じながら38個のメダル、80人に及ぶ入賞者ということで、国民に大変な元気と勇気を与えていただきました。これを原動力に、2020年の東京オリンピック招致に向けてしっかり、取り組みをしてまいりたいと思いますし、来年の早々にもまた、支持率の調査があるということでございますので、年内に向けて国民の皆さんのやっぱり期待をまたご協力を要請するようなものを、仕組みの中に考えながら2020年に向けての招致に、取り組みをしてまいりたいかように、思っているところでございます。まあ、いずれにしましてもまだ私も概算要求の中にいろんな思いを、入れてきたわけで、ございますが、次の、文部科学大臣にそんな思いをしっかり受け止めていただきまして、さらに私ではない取り組み強化をしていただくことを期待をいたしている、ところで、ございます。まあ、いずれにしましても、9ヶ月、皆様方にお世話になりました。また、国民の皆様にもご理解をいただきながらやっぱり、進めてきたところでございますが、十分にこれから説明をしながらご協力をいただく、こういうことでございます。最後になりますけれども、文部科学省次官をはじめ、官僚の皆様方にも時には厳しい、ことを申し上げましたが、本当にご協力をいただいたことに、心から、感謝を申し上げながら最後の私の会見にしたいと思います。ありがとうございました。幹事社から質問させていただきます。どうぞ。先ほど道半ばというふうなことでの言葉もありましたけれども、まだまだ文部科学大臣としてやり残したことがあるというふうな思いなのか、ある程度自分としての役割を果たしたという気持ちで次に期待している部分があるのか、そこら辺はどのようにお感じですか。成果がこれすぐやったから出るというものでありませんから、やっぱり継続していくことが、大事であろうと、こういうことで、ある意味では、耕してきたところもございます。ある意味では種付けをしてきたところもございますので、これは、大臣の任期というのは無限ではありません。有限ですから、その中でやれることは私としては、やり通したとこう思っております。ただ、半ばでなっているところについては、今一つは教育委員会制度の問題については今半ばでありますので、これについてもしっかりとやって考え方としては整理をいたしておりますので、次の大臣でしっかりやっていただきたいと、まあ、かように思っております。私としてはこの9ヶ月間土日入れて、私の使用の部分は、何日かは別にいたしまして、基本的に休まずにとにかく現場に入る、こういうことでございます。極端に、秘書官同士で私話してるんですが、私は魚に例えるとカツオなんだと、
止まると死ぬんだということで、常に走り続けて呼吸をしていると、回遊魚の特性なんでしょうかね。そんな思いで私はやってきたつもりでございます。評価は別でございますが、まあ、そんな思いでございます。角田さん、どうぞ。まあ、いじめの対策といいますか、はい、国が積極的に意見を投げてやるという方向を大臣に示されましたけれども、まあ、その今後も含めていじめ対策の中で、その大きな方向転換というか、どのようになったと思いますか、大臣にやられればいいか。これは私の主張でございましたけれども、やっぱりややもすると、これは地方分権で、それぞれの都道府県、市町村、学校に基本的に、委ねるという感覚でありましたが、重篤なその命を落とすということを、それは地方の都道府県の教育委員会にお任せすると、学校にお任せするということは、これはやっちゃいかんということで、これは随分、文科省の担当の方も意識を変えていただいたのではないか、こういうふうに思います。まだこれもご案内の通り、9月の20日に緊急アンケートを実施をいたしてございます。今の状況でいきますと、なぜできてないんだということを申し上げましたが、47都道府県政令市で67箇所にアンケートを取っておるわけでございますが、まだ10件ほど出てきてございませんけれども、かなり重要な、重大な案件が200件強あるように聞いておりますので、これを早く掌握をし、適切ないじめ対策の解決に向けた対応にしたいと思っています。本当は9月20日までだったんですが、確認チェックをしておりましたが、まだ10箇所ほど出てないということですので、これも引き継ぎでしっかりと出すようにと、こういうことでございます。前年比でいきますと、大体7万件ぐらい、7万5000件ぐらいありますので、その数字的にはそんなに変わってないのですが、中身的には非常に課題の多い案件が約250件近くあるということですから、これをきちっと精査をして対策を講じていかなきゃいけない、こういうふうに。はい、どうぞ。日本テレビなんですけれども、平野大臣はそのいじめに関しては、具体的にもいろいろ打ち出されていると思いますけど、私の印象ではとてもそのこうメッセージ性というか、この命を守るんだというのを常にこう訴えかけられてきた、3ヶ月ぐらいだと思うんですけども、次の大臣もやはりそういったそのメッセージを出し続けられ続けることが多分大事かと思うんですけども、次の大臣ですが、いじめについてどういうふうに意識で臨んでもらいたいというのがあったんですか。まあ、単純に言えば、やっぱり子どもの命を守ってほしいということだと思います。それはやっぱり、この社会が、全体がやっぱり子どもの命、次の次世代の子どもの命を守るという、このことはやっぱりぜひ言い続けてほしい、こういうふうに思います。特にいじめの問題だけじゃなくて、学校の通学路の問題でありますとか、いろんな命に関わる環境があるわけですから、それに対してもしっかりといわゆる子どもの命を守る、これが文科省の仕事だというふうに、私は次の、どなたになられるか分かりませんが、質疑をしっかりしておきたいと思います。はい、9ヶ月で大臣が変わられることに対してですね、キアン大臣の子どもの命を守るというのを全面的に寄せてきたと思うんですけど、次の大臣になるとまたそれはプライオリティ優先がそれが最優先になるかどうかというのはまた分からないわけですけども、もともと民主党内閣で大臣が長くやるというのを前提にされていたと思うんですけど、9ヶ月で交代ということについては大臣どうですか。これは人事です。
これはやっぱり任命権者のご判断、総合的なご判断だと、思いますから、私もやっぱり組織人として、人事についてはそれはもうその通りだと、あの別に、短かろうが長かろうが、あのその中での役割を全面的に果たしていくということに尽きると思います。すみません、はい、先ほど、いじめ研究アンケートの中で250件ほど重大な案件ができているというふうにおっしゃっていたというふうに聞いてます。中身は私、あの研究の方が今精査をしていると、現場でこのおかしい、はい、その重大だってなったらそのどういうものか、いや、これは本日にするわけにいけないというような案件だと思います。これはまだ具体的なことは聞いておりませんので、次の大臣に聞いていただいたらいいと思います。これの精査中ではないです。対策室でそれ精査していると思います。はい、承知してしまうかもしれませんが、先ほどその教育委員会制度などの話でしたけれども、はい、その引き継ぎにおいてですね、次の大臣にとにかくこれはそのちょっとやってほしいというそのテーマに、まあ、いじめについてもまあ途中段階であると思いますので、まあ、その継続性という意味で、大臣がこの9ヶ月で、まあ、できたこともあれば、まだ途中のところもあると思います。とにかくこれをやってくれというふうに一番引き継ぎたいのはどういうポイントかというのとですね、まあ、あと振り返って大臣の自己採点が公開できる、うん、自己採点が、これは自ら本人が採点するものではないんですね。だから第三者が、評価されるべきことだと思います。ただ先ほど言いましたように、まあ、私としては現場主義で、106箇所、これはなかなか大変だったです。あの国会の審議もあり、そういう中でのあれですから、プライベートで、私の個人的なその問題2日間3日は別にいたしまして、基本的にはずっと土日あの動きましたから、それだけに秘書官とか関係者には大変な迷惑をかけましたが、しかし走り続ける、あの現場を見続ける、こういうことが、私の主張でございます。ただ行けなかった部分でいきますと、あの沖縄に行けなかったというのは残念であります。八重山には行きたかったわけでありますが、これについては行けなかったのはちょっと残念かなと思ってますが、まあ私なりにあの評価をするつもりはありませんが、全力疾走をしてきたつもりであります。どう評価するか、はい、あの先ほど、まあ、後任の方がどうなるかわからないとおっしゃっていましたけど、はい、まあ、田中真子の外相が当然方を聞いて、あの、まあ、もしですね、そういうことになった場合は、まあ、どのような、その以前は外相だった際はですね、いろいろ官僚とかに関わるとかもあったんですけれども、まあ、文科大臣になった場合、まあ、どのようなことを、まあ、田中真子、タラリバの話はやっぱりあの言うべきではあのないと思いますし、どなたが、閣僚に文科大臣になられても、野田総理が任命されるわけでありますから、当然そういうことを踏まえて、任命されているとこういうふうに思いますから、どなたが大臣であろうが、引き継ぎは今日まで継続せずというところも大事でありますから、引き継ぎは、きちっとしていきたいと思います。50数科目、項目、引き継ぎたいと思っています。他いかがでしょうか。もう最後ですから、どうぞ、あの、何なりと。いかがでしょうか。
よろしいですか。はい、北海道新聞の坂田先生、はい、先ほどの命の問題ですが、まあ、大臣はですね、この3ヶ月メッセージを発信し続けている一方で、まあ、いじめの有無があることを有無は別としても、あの中中学生の方、若い方が自殺するという案件は続いていますが、何かもしかしたら2年後の発信が足りないものもあるかもしれないと思うんですが、大臣はどのように、確かに私ずっとお亡くなりになった案件のケースファイル自分でずっと持って毎日のように閉じて見ております。これは私自身が命というものですから、赤いファイルに入れてずっと持ってるんですが、ただやっぱりこれはこうしたから明日こうなるということではありませんから、やっぱりずっとやっぱり発信し続ける、で具体的なアクションをやり続けていくということによって私は解消するものだと。もう一つはそのいじめの原因というのがこれだけでいじめが終わるという、あるいは命をなくすということではありません。いろんな多岐に及んでいることでありますから、今回のアドバイザーについてもいろんな体験をして、あるいはいろんな局面で専門的にやってこられる方をお願いしたわけですから、まあ、これはずっとやり続けていくというこういうことが最後国民の皆さんの意識理解の中で私は解消されていくものと、かように思っております。すぐ成果を求められるテーマではないと思ってますが、しかしやり続けなきゃならない、こう思ってます。はい、9ヶ月間、まあ、少し自殺に行かれたというおっしゃってましたが、その大学や研究機関のもちろん数多く足を運んでいらっしゃいましたが、その、まあ、大臣の目からご覧になって、その科学技術の研究の現場というのはどのように映ったかというのを伺いたいのと、あと、まあ、それを受けて、まあ、今後、まあ、大臣の大臣というのが伺いられるわけですけれども、日本のスマカラという研究というかですね、まあ、あるいは政策に、まあ、もし必要とすればどういう点をこうもっと、改善していったらいいのかという視点というか提言みたいなものがありましたら、ちょっとお聞かせください。まあ、いろんな大学でいろんなそれぞれ研究室で研究をしておられますから、これはもう世界に、通用する研究と、あるいはその地場の、経済界と連携することによってそれが成果が出てくるものと、全く海のものとも山のものとわからないけどもやらなきゃならないということでやっておられ、大きくはやっぱり3つぐらいに分かれていくんじゃないでしょうか。で、したがって私は、帰ってまいりますと必ず、原局にこれは非常にいいテーマだ、もう一回検証してくれということを常に私は投げ返してまいりました。まあ、世界の部分でいきますと、それは iPS の問題とか、特に世界の中にあるテーマは別にいたしまして、やっぱり PR が十分でない部分があるわけですから、やっぱり役所も大学の現場に、やっぱり出向いて、もっとやっぱりそのこういうものがあるということを掴んでほしいと、こういうふうに思いますし、多分原局は掴んでるんだと思うんですが、役所全体のものとして、あるいは逆に政府全体としての、テーマに挙げていく、そのことがやっぱり日本の再生に大きく寄与すると、こういうふうに思ってますので、そういう視点の、横串を、通してほしいな、こういうふうに思いますね。今役所の中では私の下で横串を通すように今官房の方でしているわけでありまして、この問題は、研究局だけで配分をする、こういうことじゃなくて、大学で高等局でやってる部分、研究局でやってる部分、横串を通してこの大学にはこれだけの公的資金が流れてるんです、その価値をしっかり分かってほしいというトータルな、部分での評価をやっぱりしていこうということだと思っています。私自身根が研究開発してるその姿というのは非常に好きなものですから、よく質問するんですね、どこ行ったって。ですから非常にいい勉強になりました。今おっしゃったそのこれはまあ非常にいいテーマなんでっていう、その、まあ、指摘を
されたという、何か一つ印象的なのを聞いていただくと、たくさんのありますから、あ、うん、だから俺たちの中では難しいんですが、一つはあれは、材料権でしたかね、あそこのところで の金属に対する引っ張り強度をずっとやってるんですね、これ世界です。そうです、これは地味ですから皆さん方あんまり興味を持たないと思いますが、この評価ってのはすごい私評価だと思いますよ、地味ですけれど、ああいう金属材料をああいう状態でやっぱり引っ張り続けるという、これはぜひね評価してほしいと思います。あのことがいろんな材料開発にものすごく大きく評価される、うん、もちろん iPS も思いましたけれども、地味なところでいくとそういうところがやっぱりあるように、思いますね。で今まだ出来上がっておりませんが、新しい船を作らなきゃならないわけですが、やっぱり海洋国家としてのこの海底の探索をもっと充実をする、こういうことが非常に大事だと思います。特に海底資源というのはまだ無尽蔵にあるわけでありますから、見つけてもこれを出してくる技術が非常に難しいわけですから、そういうところをもっとやっぱり一民間ではできないわけですから、国がやっぱりしっかり先行してやっぱりやっていくことなんだ、こういうふうに、また改めて列挙しろって言ったら私はこう思うって全部分かりますから、またしますが、もうそれも残念です、今日で最後ですから。すみません、TBS ですけども、先ほどおっしゃられた、ね、横串の部分ですけども、まあ、官僚の方よくやっていただいたというふうなことで大臣おっしゃってました、もっとここをこうすれば文部科学省良くなるみたいな、まあ、この仕事で働く方々に向けてのメッセージみたいなものがあるでしょうか。うん、みんなそれぞれの局では一生懸命やってくれてるんですね。だからトータル横串をやっぱり通して、見ていくというところがややもすると欠けているのかな。それは逆に政務がしっかりと横串を通すというこういうことなんだろうと思います。でもう一つは、私非公式に幹部クラスとは日々大臣室で会うんですが、若手大体30後半から40前後の若手とよく懇談をいたしました。これは科学技術系、教育系含めてですね、そういう懇談を別々にやりました。一つはそういう意味で、君らが次の文科省を担うんだ、君らがその先はそのことによって日本の人材を、日本の研究開発を担うんだ、君らは何をしたいんだということを挙げてくれる、一つでも僕は実現してやる、こういうことで若手とディスカッションを非公式に何回かしてまいりました。僕はこれからの文科省の諸君に言うことは、やっぱり若い人がやっぱりいかに意欲を持って我が国の人材育成研究開発の種まきにどれだけ意欲を持ってやってもらえるか、いかにモチベーションを高めてやってもらえるかということは、各局の上司幹部の私は責務である。幹部の人ってあと何年かしたらもう辞めていくんですが、30代の人はおのしらがあと30年頑張らないといかんのだぞと、そういう次の世代の人にやっぱりもっと活力、モチベーションを高めていく、こういうことが大事だろうと、よく安酒を飲みながら語りをいたしました。今度一回連れて行ってあげます、安いところへ。よろしいでしょうか。大臣、本当にありがとうございます。もう最後ですよ。どうぞ。ありませんか。はい。こんなこと言うのもうないですかっていう閣僚ないんじゃない。ありがとうございました。長い間。ありがとうございました。